サンプレーシアソガッキーです。どうも、アカネです。はい、ということでね、まあ、今回ですね、雑談的な感じで僕のね、大好きなフォーリーテッドサザビーです、はい、あの10月10日に3枚目かなのアルバムをね、出したんですけど、うん、今週のね、ウィークリーのランキングでオリコン2位です。うおね、2万3000売れてます、アルバムで。初週ね、はい、いや、それでかいな。ランキングを見て、そのあすげえなと思ったんですよ、うん、あの最高順位でアルバムが出て、はい、まあ、全部バーッと聴いたんですよ、はい、あ、これは売れるわとは思ったんですね、はい、ずっとあのフォーリミ聴いてきて、やっぱりこのアルバムで僕はやっぱりそのあフォーリミが一番好きだなっていうのをもう一度実感したというか、初期の頃のフォーリミっぽさと、はい、今のフォーリミっていうこの歴史がアルバムで一枚で感じれる、詰まってるというか、で今のフォーリミとどんどん進化していく過程みたいなところがなんか一枚に詰まってるアルバムになってると思ってて、でその中で一曲、あの、まあ、僕そのフォーリミの曲の中でモノリスっていう曲が一番好きなんですけど、はい、それに近づくぐらい好きな曲があったんで、ちょっとこれをあのアルカディ聴いてもらおうかなと思って、はい、曲ガラパゴスっていう曲で、あの公式の方でミュージックビデオ出てるんですけど、ミュージックビデオは結構あのふざけてるんですけど、はい、メロディーとか歌詞っていうのがフォーリミ節も聴いてるし、かっけえなっていうものに仕上がってるんで、早速聴いてもらってもいいですかね。はい、じゃあガラパゴスです。おろーん。はい、こんな感じの曲なんですけど、結構鳥肌立ってます、ね。あ、マジっすか。フォーリミの曲だったら一番好きかもしれない。あ、マジで。はい、あのね、そのかっこよさだけじゃないかなっていう、俺的にちょっと語らせていただきたいんですけど、それなんだかガッティングが自然に寄ったかわかんないですけど、うん、ちょっとビジュアル系っぽいところがなんかちょっと見れたとこもあるんですけど、確かに、うん、でもサビはフォーリミなんですよね、うん、結構で、あのこう歌メロがしっかりしてる部分が意外とサビしかないというか、結構他のところが、まあ、結構こうちょっと叫び系だったとか、うん、ちょっと遊び心もあるみたいな感じもあるし、そう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 、で、あのこうフォーリミの曲の中でこうギターサウンドがかなり強いかなっていうのがすごいあって、うん、あのこうドラムがこうやっぱこうズタズタズタってこう目立ってる曲が結構今まで多かったかなって思うんですけど、そうですね、ちょっとこう新しいとこも見たかなっていう、あ、確かにね、今までの従来のフォーリミらしさだけじゃなくて、うん、この年数に来てちょっと新しいものを見たかなっていう、確かにね、ちょっとあるかなっていう。俺もやっぱこの曲を聴いた時に、あ、こんな武器も持ってんだみたいな、フォーリミギターサウンドがいつものフォーリミよりもさらにちょっと聴いてて、ね、ところが僕としてはポイントとしては高いかなっていう、はい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 、メロディーをこう結構重視した、うん、こうギターサウンドっていうのがスイムとか多いと思うんですけど、うんうんうん、結構こうデル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 みたいな感じでこうちょっと低い音も混ざってるというか、そうだけじゃなくて、そうね、うん、そこがちょっとやっぱ新しい道なのかなってあるし、確かにやっぱ緩急がこれいいなって。そうだね、ちょっとふざけてるとこも結構あるけど、うん、そう、そのサビはサビでちゃんとこう締めてきてるから、そこでこう一気に曲が締まるというかね。そう、ミュージックビデオもね、結構こうトンチの効いてる。ああ、確かにね、こうそっちの浩平さんのね、助走がなかなかもカツラ感がすごい、ね、確かに。逆にも演奏シーンだけのなんか MV もちょっと見てみたい。ああ、確かに、別バージョンみたいな感じでね、うん、まあ、ということでね、まあ、今見ていただいているその視聴者の方っていうのは、まあビジュアル系が好きな方っていうのがまあ多いと思うんですけど、いや結構ねハマる人はハマりそうって感じですか、うん、フォーリミー時代の曲調が、まあ、結構そのあまり近くないところっていうのはあったと思うんですけど、うんうんうん、この曲はハマるって人もいるかもしれないです、ね、でかつでもフォーリミーらしさがゼロじゃないから、うん、そのフォーリミーってこういうバンドなんだっていうのを知ってもらえれば、うん、その他の曲も知らない人も聴いてくれるかなっていう、まあ興味を湧いた方はそしたら概要欄の方に貼っとくんで、ぜひそうですね見てみてください。結構曲がね、さっと終わった後にね、はい、ちょっとピッと来ました。あー、よかった、まあ、ソイルってアルバム出てるんですけど、ね、まあ、気になった方はミュージックビデオとか出てるんで、まあ、2枚売れてるんで、はい、まあ、ということで、まあ、気になった方はぜひフォーリミの、ね、曲もね、聴いてみてはどうでしょうかという動画でした。それではジャスコオリコン2